去年は僕ら YCC 横浜フットサルは F2 リーグができて新規参入という形で、まあ正直新チーム発足してから手探りな状態が手探り感が強いっていう実感もあったんですけども、まあ、去年1年 F2 リーグ戦って優勝争いを繰り広げた中で、まあ、チームとしてかなり、積み上がった部分があるなと思ってて、で今年は、去年からの選手もほとんどの選手が残ってやっているので、それが自分たちの強みというか去年からの積み上げでさらにプラスアルファでチーム作りができているという印象です。そうですね、個人的にはホームの、平沼体育館の雰囲気がすごい好きで、まあ、そこで自分がゴールした時の雰囲気だったり会場の雰囲気だったりチームの雰囲気だったりというものがすごい好きなので、まあ、たくさん自分の、まあ、ゴールだったり、まあ、プレーで、まあ、見ている人、まあ、チームメイトもそうですけど、まあ、心が熱くなるようなプレーを、したいなと思ってます。まあ、まずチームとしての、目標は F1 に絶対昇格っていうのをスローガンに掲げていて、それに向かってみんなが一丸となってどれだけやれるかっていうところにかかってきています。で個人としては今年から、宿本と一緒にダブルキャプテンという形で、まあ、チームを背負って、やっていくので、まあ、去年と比べてもう一つ自分が背負うものが増えた中でどれだけ自分のパフォーマンスであったり、振る舞いでチームを引っ張れるかというところにもかかってくると思うので、まあ、そこを意識して優勝に向けて頑張れればと思います。そうですね、まあ、僕らは選手が自主的に、考えて意見をぶつけてやるっていうのを強みにしているんですけれども、そこがやっぱりうまくいかない時もあったりします。で、僕らの強みっていう部分をもっともっともっと強くするためにチームメイトでコミュニケーションを取り合うっていうところが、まあ、課題になってくるかなっていうところですね。まあ、いつも、YCC 横浜フットサルを、応援してくれる方々、気にかけてくれている方々今本当に感謝しています。僕らがピッチでプレーする原動力になってくれている存在なので、まあ、その方々を喜ばせる一緒に、F1 昇格っていう夢に向かって突き進んでいけるように僕らもピッチで頑張るので、絶対に今季優勝しましょう。応援よろしくお願いします。すいません、なんか噛み噛みました。